どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日三井住友カードのね解約の発表がありまして、連日ねこの話をねさせていただいてるわけなんですけども、今回ですね視聴者の方からですねスーパーフライヤーズカードをまとめてくださいっていうねコメントいただきましたので、今回の動画ではですねスーパーフライヤーズカードのみでね解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、今回ね解約の発表がありまして、メインカードね SFC 保有されている方は変更ね検討されている方もねいらっしゃるかななんていうふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それでは早速ね内容に入っていきたいなと思うんですけども、私の方でねまとめさせていただきました。一般カードからゴールドカード、プラチナカードっていうふうに並んでおりまして、名前ちょっと入れてないですけども、すべてねスーパーフライヤーズカードっていうふうになっております。で、維持費がね一番安いのは本会員でね一人で保有される方はですね ANA の JCB の一般カード、こちらがですね9900円でスマリボの割引を利用することができるっていうふうになりますんで、ダントツね一番安いっていった形になります。で、 JCB のねスマリボなんですけども、こちらね先日の動画の繰り返しにはなりますけども、このね JCB のスマリボっていうのはですね年会費ね割引受けることができるんですけども、メインカードにしないで私蔵カードみたいな感じで、スーパーフライヤーズカードっていうのはクレジットカードにね付帯する特典っていう風になりますんで、クレジットカードを持ってなきゃいけないんですよね。ですので、この持ってないと SFC がねなくなってしまうっていう風になりますんで、もうこのSFC 維持するためだけにね保有される方であればですね、スマリボのね割引っていうのは非常に簡単にね受けることができるっていう風になりますんで、まあ、こちらの動画でね解説しておりますので、ぜひねチェックしていただければなっていう風に思うんですけども、メインカードとしてね使わないのであればですね、かなりねおすすめっていった形になります。で、家族カードはね1枚入るとですね、年会費的にはですね ANA のビザ一般カードの方が安くなります。こちらね一般本会員と家族カード1枚ね入れていただくと 15,230 円ということで、 ANA ビザマスターの方はね安くなるんですけども、この三井住友カードっていうのは手数料のある支払いをね、あの年会費割引受けるにはリボ払いの登録と手数料のある支払いをねしていただかないと、この割引は受けられないっていう風になりますんで、まあ、そうなってくるとですね JCB のスマリボの方がね非常に簡単にねあの割引受けることができますので、まあ、合計金額ね、まあ、250円ぐらいですかね、はい、ちょっと高いんですけども、個人的にはね ANA JCB 一般カードのスーパーフライヤーズカードがねいいのかななんていう風に思います。それでは次にねゴールドカードですね。ゴールドカードになるとビザ、マスター、 JCB、アメックス、ダイナースっていった形になります。で、年会費がね一番安いのはですね ANA JCB ゴールドカードで スマリボをね利用していただくとですね11,500円、こちらね本会員のみになりますけども利用することができるっていった形になるんですよね。で、こちらね家族カード1枚発行していただくと19,750円っていった形になります。で、ANA ビザマスターのカードはですね本会員でね一人だけ利用する分にはですね JCB の方がね値段安くなるわけなんですけども、家族カード1枚ね発行していただくとですねリボ払いをした時の割引はね適用になりますので、 JCB よりですね500円ほどね安くなるっていった形になるんですよね。まあとはいえですね、まあ500円ね安くなるんですけども、こちらもね前回の動画で話しましたけども、 JCB ゴールドカードっていうのはですね保険旅行保険がね非常に充実していたりですね、またね JCB のゴールドカードっていうのはこちらね都度料金かかってきちゃうんですけども、ラウンジキーっていうのにですね対応しているんですよね。ラウンジキーね知らない方もいらっしゃるかなっていうふうに思うんですけども、プライオリティパスってありますよね、まあ、あれと同じようなサービスでラウンジキーっていう空港ラウンジがね利用することができるサービスがあるんですけども、 JCB のゴールドカードはですねこのラウンジキーっていうのが、まあ、都度料金でね1回32ドルねかかるわけなんですけども、利用することができるっていった形になるんですよね。まあ都度料金かかりますんで32ドルということで、だいたいまあ4000円ぐらいかねかかってくるかななんていうふうに思うんですけども、まあ最終手段としてでもですねちょっとお金を払えばこのラウンジがね利用することができるっていう点ではですね、このラウンジキーがついてるっていうのは結構いいのではないのかなと思います。またね今回の改定でね話している通りですね、 ANA ビザマスターのクレジットカードはですね2022年8月10日以降はですね
旅行保険ね、廃止になるっていう風になりますんで、旅行保険がね、自動付帯から利用付帯にね、変更になるっていう風になりますんで、まあこのゴールドカードをね、ビザマスターと JCB ね、比べるとですね、500円高いんですけども、ゴールドカードの方がね、いいのではないのかなと思います。で、次にですね、ANA アメックスゴールドですね。ここまで行くとですね、この ANA アメックスとダイナースに関しては年会費がね、非常に高くなります。まずね、アメックスの方は 34,100 円かかるっていう風になっておりまして、ダイナースはね、本会員だけで 38,000 円かかるっていう形になります。で、こちらね、家族カードを入れると、アメックスの方はね、51,150 円。ダイナースの方は 42,350 円ということで、この2枚のね、ゴールドカードはですね、非常に年会費が高いって言った形になるんですよね。で、年会費が高いから還元率が高いのかって言われると、まあ基本還元率はね、普通に 1% っていう風になるんですよね。ですんで、還元率がね、特にいいわけではないんですけども、まあ本当にね、個人的な意見を言わせていただくと、このね、ANA アメックスゴールドのね、クレジットカードっていうのは、非常にね、券面がかっこいいんですよね。まあこの理由だけでですね、これにしている方もね、私以外にもいらっしゃると思うんですけども、とにかくね、 ANA アメックスゴールドはですね、本当に券面がね、かっこいいっていう風になるんですよね。私もね、かなり気に入っているんですけども、私はね、今ね、ANA アメックスゴールドでスーパーフライズね、つけておりますけども、昨年ね、発行して、昨年じゃ、一昨年発行して、で、昨年ね、解約するっていうか、まあ他のカードに変える予定だったんですけども、ポイントでね、年会費を支払ったんですよね。まあその動画を作るために、ポイントで年会費を支払ってしまったので、まあ、あと1年はね、継続しようかななんていうふうに思っているんですけども、まあ個人的にはですね、この ANA アメックスのね、券面自体は非常にかっこいいんでね、かなり気に入っているので、まあ多分変えると思うんですけども、ちょっとね、かなり迷うと思います。で、ちょっとね、話脱線しちゃいましたけども、この ANA アメックスゴールドと ANA ダイナースのね、いいところっていうのは、年会費はね、非常に高いんですけども、ポイントの有効期限っていうものがないんですよね。ですので、基本的にマイルっていうのはですね、変えてしまうと3年間っていうね、有効期限になるわけなんですけども、この ANA アメックスゴールド、またね、この ANA ダイナースに関しては、マイルにね、交換しなければですね、無期限で貯めることができるっていう風になりますんで、まあずーっと貯めてですね、特典航空券のマイル数になったらですね、移行していただくみたいなね、まあそういった感じでね、利用することができますので、この点はね、結構いいのではないのかなと思います。またね、アメックスの場合はですね、家族カードってありますよね。まあこのスーパーフライヤーズカードっていうのは、家族カードね、発行すると、その家族カードの方は、特にね、修行とか何にもしなくても、ANA の上級会員になれてしまうんですよね。で、このね、アメックスの家族カードっていうのは、非常に緩いんですよね。非常に緩い。で、実際ね、席が入っていない方、内縁の方みたいなね、まあそういったのありますよね。こういった方にもですね、発行できるとかできないとか、ちょっとね、断言したのもあれかもしれないので、ちょっと濁しますけども、まあそういったこともありますので、この SFC のね、大きな特典の一つである家族カードをね、SFC 会員になれるっていうのはですね、一緒に住んでない家族にもですね、この SFC カードね、上げることもできたりしますので、このね、アメックスのね、家族カードのね、範囲が緩いっていうのも、まあ、結構ね、強いポイントではないのかなと思います。またね、アメックスのクレジットカードはですね、本当に私個人的にね、非常にいいなと思ってるのは、アメックスオファーっていうね、アメックスのキャッシュバックオファーだったり、まあ、ポイントオファーがね、あるわけなんですけども、まあ、ANA アメックスの場合はね、現金のオファーの方がね、多いかななんていうふうに思うんですけども、これがね、非常に強いです。ホテルオファーであったり、ヨドバシカメラ、あとスーパーとかね、ありましたね。そういったその日常的にね、絶対利用するようなね、場所の決済もですね、オファーがね、来たりとか、まあ旅行で使えるね、ホテルオファーなんとかもね、来たことがありますし、まあ今も来てるんですけども、まあそういった感じでね、結構ね、利用しやすいオファーが来ておりまして、このオファーがね、あることによって、この ANA アメックスゴールドっていうのは 34,100 円で、年会費ね、結構高い方なんですけども、まあこれはね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思っております。またね、アメックスのクレジットカードは、
この空港ラウンジね、入れるっていうのは可能っていうのは書いてあると思うんですけども、同伴1名までね、アメックスのカードって入ることできるんですよね。他のカードだとね、基本的に同伴1名ね、できないと思うんですけども、このアメックスのブランドはですね、同伴1名までね、入ることができるっていう風になりますんで、この点はね、結構いいのではないのかなと思います。で、ANA ダイナスに関してはですね、個人的にはね、そこまでおすすめするポイントっていうのは、あんまり見当たらないんですけども、入会キャンペーンはね、非常に強いんですよね、ANA ダイナス。今もね、10万マイル以上ね、もらうキャンペーンとかもやっておりますので、決済集められる方はですね、ANA ダイナスね、キャンペーン利用して、一気にね、マイルもらうみたいなね、そういったこともね、できるっていった形になりますんで、この点はね、いいかなと思います。またね、ダイナースに関してはですね、プライオリティパスはね、ないんですけども、ダイナースっていうのは、またね、ダイナースは国内外ね、1000カ所ぐらいのね、ラウンジを利用することができるっていう風になってるんですよね。プライオリティパスはね、ついていないわけなんですけども、このね、ダイナースのね、ダイナースのね、加盟しているラウンジであればですね、利用することができるっていう風になりますんで、個人的にはですね、もう3年前にはなってしまいますけども、その時ね、ダイヤモンド修行とかしてたんですけども、その時にプライオリティパスで入れるね、ラウンジっていうのは、結構ね、ダイナースのマークついてるところが多かったので、プライオリティパスが入れるところは大体ダイナース入れるみたいなね、私の個人的印象ではね、結構そんな感じの風にね、見えましたので、このラウンジがね、いろんな場所で使えるっていうのはですね、かなりいいポイントだなという風に思います。それでは次にプラチナプレミアムカードですね。ここまで来るとですね、本当に還元率を高いのを求めるっていうよりかはですね、基本的にね、ステータスカードになっていくのかななんていうふうに思うんですけども、ANA ビザプラチナプレミアムクレジットカード、こちらね、年会費8万8000円するね、非常に高いクレジットカードなんですけども、このクレジットカードはですね、本会員で8万8000円するんですけども、基本還元率ね、1.5% 還元なんですよね。で、1.5% 還元っていうのは、今回のね、解約入るまでは 1.8% までね、これ上げることができたんですけども、これもね、リボ払いの特典で、こちらなくなって、1.5% 還元ね、落ちるわけなんですけども、この 1.5% 還元ね、ANA マイルね、取れるカードっていうのは、他にはないんですよね。ですので、ANA マイルのね、還元率が 1.5% 還元っていうのはですね、もう基本でね、利用することができるっていうのはですね、かなりね、いいメリットだなというふうに思います。このカードはですね、ちょっと残念ポイントとしては、今回ね、海外旅行保険が自動付帯から利用付帯に変わりますよね。これね、プラチナカードなのに、このカードもですね、自動付帯から利用付帯に、ね、なってしまうんですよね。ここはね、ちょっと残念ポイントなんですけども、年会費もね、8万8000円で、プラチナカードの中ではですね、下から2番目でね、安いっていう風になりますんで、もしね、選ぶとしたらですね、このカードがいいのではないのかな、なんていう風に思います。またね、この ANA のね、プラチナカードっていうのは、ちょっとね、この表にはね、記載してないんですけども、ANA ラウンジ、国内線に関してはですね、プラチナプレミアムカードね、保有されている方はですね、ANA の便ね、利用していただければ、利用することができるっていう風になりますんで、この特典はね、結構いいのかな、なんていう風に思います。こういったところですかね。JCB もね、7万7000の年会費で、つまりぼとかね、利用すれば、最大ね、1.375% までね、還元率上げることができるんですけども、この 1.375% っていうのも、前年300万円の決済、プラス、スマリボを利用して、毎月繰越返済みたいなね、結構手間がかかって 1.375% っていう風になりますんで、還元率はね、高いんですけども、ビザの方はね、本当に何にもしなくても、どこで切っても 1.5% なんで、で、特にね、なんかしなきゃいけないみたいなこともありませんので、こうなってくるとね、ビザカードの方がね、いいのではないのかな、なんていう風に思います。っていう感じですかね。それ以外のね、ANA アメックスプレミアム、ANA ダイナスプレミアムに関しては、こちらね、年会費が結構もうぶっ飛んでる年会費っていう風になりますんで、個人的にはですね、発行する機会は多分ないかななんていう風に思うんですけども、ここまで来るとね、本当にステータスカードっていう風になりますんで、ここはね、発行する方はですね、結構ね、限られた方になるのではないのかななんていう風に思います。
ということで今回ですね ANA のスーパーフライヤーズカードをまとめてね紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね三井住友カードの解約ね結構話題になっておりますので、まあメインカードね買える方結構いらっしゃると思います。もしね私が ANA ビザカードとかねゴールドカード発行してたらですね多分間違いなく買えてたと思いますので、もしねカード変更検討されている方はですねぜひね参考にしていただければなと思います。またね一昨日の動画でも言ったと思うんですけども ANA JCB ゴールドカード、あと ANA JCB プラチナプレミアムカード、このクレジットカードに関してはポイントサイトにね今ポイントインカムで4000円の案件出ておりますんで、こちらねもし利用される方はですねぜひね取りこぼさないようにねしていただければなと思います。ただねそこを経由して発行するだけで4000円分ねもらえるっていう風になりますんで、まあ初年度の年会費がね1万6000円ぐらいすると思うんですけども、まあこれ4000引きって考えてねいいのではないのかななんていう風に思いますので、ぜひね利用してください。前回動画で出した時は3000円って言ったんですけども、ポイントインカムさんの方からね特別 URL で4000円ねもらいましたので、そちらね概要欄に貼っておきますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。今回ねリクエスト動画ということで動画ね撮らせていただきましたけども、もしねこういった動画を作ってほしいみたいな感じでねリクエストがあればですねぜひねお気軽にコメントねいただければ検討させていただきたいなというふうに思いますので、そちらもねぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。